清々しい気持ちです。すごくすっきりとした、本当に楽しくて幸せいっぱいな卒業公演を迎えられて終えられて、歌ってる時最後の最後とかはやっぱ寂しいなって、本当にこれでステージに立って歌って踊ることってないんだなって思ったら、すごいなんだ寂しさも込み上げてきたんですけど、でも終わった今すごくすっきりしていて、あ、よかったなって、楽しかったなって、本当に悔いがない卒業を迎えることができました。皆さんのおかげで。本日はご来場いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後のご挨拶をさせていただく前に、私から皆さんにご報告があります。私、田島メルは HKT48 を卒業します。12歳から HKT48 に加入し、22歳になり10年間 HKT48 のメンバーとして活動してきて、私には夢ができました。それは女優さんになりたいという夢です。18歳の時に映画泣くな赤鬼に出演させていただいたのをきっかけに、お芝居に対して本気でぶつかっていきたいと思うようになりました。さしこちゃんの卒業を見送り、二十歳になって将来について真剣に考えた時に、10年という節目を迎えた今、女優さんという夢に向かって新しく挑戦したいと思い、卒業を決断させていただきました。お弁当を用意したんです。感謝。これは誰のためのお弁当？スタッフさんと今日参加してくださって、皆さん出演者も含め全員50個。10年間やっぱお世話になったし、何かしたいなと思って、私の意思で私の意思1、2、3、4。今日皆さんよろしくお願いいたします。もうたくさんたくさんお世話になりまして、いつも私たちのお家を守ってくださって本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。ちょっと皆さんで、じゃあリーダー、すいません、リーダーありがとうございます。お納めくださませ。頂戴いたしますありがとうございます。ゆきさんもぜひ、ありがとうございます。たくさん本当にいつもわがままなメンバーたちをまとめてくださってありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。お願いします。今日よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。お箸はハムちゃんが、はい、お願いします。よろしくお願いします。すごくないですか、こんなの見たんです。まだ私見ちゃいけないんですけど、多分見ちゃいけないから見てないけど。おー、すごい。同じでね、でこれでサプライズがあるんです。こういうのでみんなが何かしてくれるんですってファンの方がもう一から作ってくださってるの、卒業公演委員会みたいなのがあって作ってくださってるありがたい、愛を感じますね。まだでもじっくりは見れない。そうで、見ちゃ多分サプライズだから開演前は見ちゃダメなんだ多分まずは一緒に戦えたこと、それはまあ、今は、ね、ないですけども、選抜総選挙っていう、あれってすごいイベントですよね。多分そのイベントがなかったらまた全然違った形の絆になってただろうなと思うぐらい、皆さんとは戦友になれたし、何ですかね、こう私が旗を
立てたらみんながうわーって行く行くっていう感じが私たちの中にはあって、私はその順位をいただいて、あ、メルちゃんは26位までの16位をもらえるような人なんだっていう評価を通知表をいただけるんですけど、ファンの方はおめでとうって、よかったって、人のことをそこまで愛して人の喜びを自分の喜びに変えられる力を持ってるってすごく素敵なことだなと思うし、なんか皆さんはすっごい人なんだろうなって思うんですよ、ファンの方って。だからそうやって一緒に喜んだり一緒に泣いたり一緒に悔しいって気持ちを味わってきて、一歩一歩 HKT48 を過ごしてきた一歩一歩を皆さんと一緒に踏んできたので、そういう意味では仲間と出会えたことはやっぱこの HKT48 という青春時代においての宝だと思いますし、戦えたことと、あとは一緒にいっぱい楽しめたことですね、楽しかったですね、いっぱい嬉しい。なんかこれは、うん、これは誰が飾ったの？これはあのいつもやって女性の担当のマネージャーさんがいてくださって、その方が夜遅くまでやってくれてメンバーの写真を集めて作ってくださったんですよ。これは HKT ホテル恒例でいつも卒業メンバーはこう花道でこう行くところに写真がいっぱい飾ってあるんです。あ、じゃあこれ見るとちょっと卒業って実感します。なんか本当に私も卒業するんだなっていう、ねえ、不思議な気持ちです。こう HKT らしさを失わず、どんな時代でもね盛り上げられるような、皆さんに元気と笑顔を届けられるようなグループになりたいなと思っているので、私たちらしく突き進んでいけたらなと思いますので、HKT48 を卒業します。10年間 HKT48 のメンバーとして活動してきて、私には夢ができました。それは女優さんになりたいという夢です。私緊張しないんですよね。なんかすっごい言われるんですけど、卒業発表も緊張しなかったし今日も緊張しなくって、あんまり緊張しなかったです。アイドル生活緊張っていうのが分かんないのかな、え、なんだろう、でも緊張はしてるんでしょうけど、それよりも多分楽しみとかワクワクとかの方が勝ってて、緊張より上回る感情があるって感じかもしれないです。本日は HKT48 チーム H リセット公演豊島メル卒業公演にご来場いただき誠にありがとうございます。皆さん今日来ちゃったね来ちゃいましたけど、皆さん楽しむ準備できてますか？どうしよう、鍵穴も最後だけど、なんか楽しもうね今日。私本当にすっごく楽しみなので、皆さんにもアイドルの私の姿を最後まで目に焼き付けてもらって、一緒に楽しい思い出を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はぁ、あ、よし楽しむぞ、行ってきます。メル卒業おめでとう明るい、明るいけど、バイバイ、バイバイ、行ってきます、行ってきますね。ちょっとマジでイントロできない、テラタタ上やっちゃったタタ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 、待って待って、せーのジャンジャンタタタ、もうせーのジャンジャンタタタタタタタ、絶対できない、やばい、ダダダダ、オッケー、絶対やだ、最後こうしてくれ、主役飲んで、HKT 48! Everybody! A love like you've never seen before! Hailing from World
今日こうして立派な姿で卒業を迎えられるのは皆さんのおかげです。